久保さん、今回責任の責任しましょうか。責任の所在ですね。はい、やっぱね、あのー、会社間のお付き合いとか、あなんだ、んなん、ですかね、まあ大人の事情だったりとか、なんかいろいろ組織の中にあると、なですかね、うん、例えば、自分、 な、アマゾンあ、あの、ネットフリックスだったかななんかドラマがやってて、何のドラマだったかなあれ。なんかそのそ、ちょっとドラマの名前忘れたんですけど、その、なんか建設会社の、あの、ゼネコンみたいな感じのやつで、で、その、えー、入札していかないといけないんですけども、 そのまあある新入社員というかあのまあ何もわかんない子がまあ現場にいたんだけどもまあ本部の方に移動になってでそれでまあ落札していくとかねまあそういう部署というかそういうふうになったんですよでそこの部署の中ではあの飲みの飲み屋でねんであの談合しないとやってきねえよみたいな確かに悪いことだけどなんかそのなんだ これが、まあ、業界のルールなんだ、みたいな。で、その若い子が、うん、みたいな感じで、まあ、納得してないけど納得せざるを得ないというか、まあ、いろんな遭遇、まあ、全部のドラマまだ見てないんですけども、なんかそういう感じのストーリーなんですよね。だ要は、会社に入るっていうことは、うん、なんか、まあ、そういうことがあったりするわけじゃないですか。世の中。 うん、まあ会社のルール、会社のお付き合い、会社の、その、歴史、伝統。うん、なんすかね。まあい,いろいろある,あると思うんですよね。そう。で、結局その、うん、会社にいると、うん、なんすかね。自分の意志をやっぱ辛く抜けないっていう、うん、なんすかね、まあ、 ある、ああると思います。自分はこう思ってる。自分はこうしたい。だけど、会社はこう、みたいなね。うん。だからね、まあ、まあ、サラリーマンで働いてる方も、まあ、普通にその、いろいろあると思いますよ。うん。まあ、たぶ組織の意向と自分の意向が合わない。すり合わない。うん。み結構あると思いますけどね。 だから僕はまあ最終的にまあ今本当に良かったなと思うのが組織から離れるこ子として生きるっていうこれが一番本当に自分の責任が全部所在が僕自分なんですよだからそのドラマでも結局その責任の所在がこういろいろ行くんですよねうんそう面白いですけど、うん やっぱね、会社は僕は離れるべきだと思いますね。まあ、合う合わないあるとは思いますけども、合う合わないあるんだけど、それでも、子で生きるっていうことをやると、子がみ磨かれるかなっていう。うん。やっぱ責任が120%、いや200、200%自分にあると。まあ、すごく、それもそれで大変なんですけど、なんかそっちの方が僕はしっくりくるというか、まあ、 大変でしたけどね、いろいろと。だけど、振り返ってみると、うーん、どこにも転換できないんで、責任を。うん。全部自分の自己責任。自分、だ商品が売れないのは自分の責任。全部です。だ、誰にも相談できないし、全部自分が悪いっていう。全部自分の過ち、全部自分の犯したことっていう。 うん。そう。だから今は、そう、あのー、なんだ、紹介する。まあ、今年も結構僕紹介して、まあこ、今年、今月の下旬、下旬ぐらいにまた紹介するんですけど、商品をね。だから紹介する商品って今ね、僕の自分の熟成産の商品しかほぼ紹介しないですもん。うん、昔はね、その会社に、あのー、 だか菓子折り持ってきて、すいません、お願いします、みたいなね。なんかありましたけど、今、まあ、鹿児島までね、そういう人はいない、来ないですからね。<laughs> もう、身内、も本当に自分が分かってる、うーん、人、あのー、の商品しか売らないっていう、紹介しないっていう感じになりましたね。でも、こっちの方がね、楽っすね。楽だし、まあ、人は絶対ではないですけど、少なくても、 塾生さんはし、ね、信用してあげる、信用してあげるというか、まあそれが塾長の、うん、ポジショニングというか、頭としてね。頭が、うーん、まあでもね、なんか、あれですね、なんかその、じゅまあ、久保さんもわかると思うんですけど、塾生と社員って多分違うんですよね。<laughs> なんか <laughs>。だって別に塾生さんにその、毎月給料払ってるわけじゃないし、 なんかね、関係性が、うん、そ僕は熟成さんとの関係性の方がいいですね。うん、だって熟成さんも結局稼いでる人って個で自立してるんですよ。そう。うん。だから、個で自立してる、個で自立してる、ここでか、まあ、久保さんもそうですけどね。久保さんも別にその、ね、なんだ、自分でじいあの自立して、あの、個で、 この億万長者合宿のこのやり取りの関係性が一番多分いいっすよね <laughs>。そう。自分のことはやってるし、ただ気が,気が合うから絡んでるっていう、ただそれだけなんですけど <laughs>、うん。この関係性がね、一番楽だし、うん、依存してないし、シンプルだし、すげえシンプルなんですよ。あの、うん、動画が返ってくるから動画を返す。おはよう。 おはよう、あ、おはようざいま、おはよう、みたいな。そ,それだけです。ただそれだけ。<laughs> おはようっていう動画が来るから、おはようって動画返すっていう、まず本当にシンプルにそれだけで、それ以外でもそれ以上でもなく、もうそれだけですね。で、なんか、やりましょ、なんか、タイミングがあってなんかやりましょうかってさ、ね。なんか一緒に合宿やったりとか、セミナーやったりとか。うん。でもその売り上げに関しても、 僕ね、あの、タイアップでセミナーやって、そのセミナーの売り上げをどうのこうのってやったことないですからね、基本的に。だから、あの、僕とセミナーしたいっていう人とやるので、そう。うん。で、久保さんは久保さんでね、自分で売り上げ作るし、それで。うんそう。だからね、なんか、 こ、こと、ことして生きるっていうのが、やっぱ責任の所在が自分に来るんで、まあ成長はすごくできるかなと思いますよし、結構もういろいろな、昔と違って僕はいろんな今視点でて見れるようになったんで、うん。そう。だから逆に言うと、その、 あのね、人をこう雇用し続けて組織をこう作り続けるそしてそれを維持し続けるまあ今ね前の会社との,あの連絡は一切してないのでもう6年以上か、まあ、どういう状態になってるか僕は分からないですけどもただまあ少なくてもまだ存続しているんだったら、うん まあその、まあ僕が行ったところまではね、僕は見てましたから、だからまあ会長の偉大さっていうのはすごいなっていうのは感じますよね。逆に今。うーん。だって会社の中でもね、いろんなその人がいなくなって、まあ基本的に古株は僕しかいなかったんで、みんな辞めてきましたし、その歴史を僕はかなり見てきてますから、 まあそんな中やっぱ経営してきたっていうの会社ね経営してきたっていうのは多分だから僕もこの6年間いろんな思いでこうやってきましたけどもまあ多分当時の会長もいろいろこう考えてたんだろうなぁとうんまあそのんだろうな色々あったんでしょうねでもその気持ちっていうのは今になってまあなんとなく全部ではないですけどなんとなくその責任の重さですよね 経営者としての責任の重さというかうん,なんかそれすごい背負ってたんだなっていうのは感じますねうんやっぱねことして生きるっていうのが僕は本当にね自分の,あの人生において結構ねおすすめですねう まあちょっとギャンブルチックなところはありますけどね、うん。でも人生そのものが僕はギャンブルだと思うので、だって明日死ぬか分かんないじゃないですか。ね。その、池袋の、あれ、まもう裁判終わったのかな。ね、普通に歩いてたら、あの、90か80何歳の人がアクセルとブレーキ間違えてね、突っ込んで、嫁さんと子供さんが亡くなったのかな。 で、そのね、事故って殺しちゃった人は、いや、間違えてません、みたいな。車のせいです、みたいなね。<laughs> なんか、なんかそ、それで、なんか、いろいろ裁判長引いてるんじゃないかなと、あれですけど。うん。まあ、いろいろね、思うことありますよ。うん。そう。まあ、でも、これからもね、僕はね、あのー、 子として生きていきます、ね、ていうか、ことして生きていくし、子がおすすめですよってうずっと言うしうーん、それに興味ある人に商品売っていくし、一人,一人で稼ぐうん、一人社長、これがおすすめですと。まあ僕はね、会社組織を作って、従業員を雇ってっていうところは、もう僕はおすすめしないです。まあそれは僕も力量なかったですし、それできなかったですから。 うん、でも僕はね、なんか,なんかね、うん、この方が僕は、僕はね、僕の意見としては強いと思いますね。うん、よくね、そのいろんな、まあ、パターンもあるんですよ。例えばよくあるパターンの中で、その社長が何もでき,ないできない方がいい。社長が何もできないから、 その優秀な人を採用して優秀な人にやってもらうっていうそして成功するっていうパターンもあるんですよ逆にその何もできないからこそできる人を周りに囲むみたいなねうんでも自分ができちゃえばいらないよねっていう <laughs> っていう考え方もあるしうん だから僕は自分が、なんかね、やっぱそこは、なんすかね、やっぱ人は変わるし、うん、まあ僕自身もね、やっぱ当時はその、会社に骨を埋めるっていう風で働いて、腹くくってやってましたから、まあ実際居残りは僕一人でしたからね、もう何人も入れ替わり立ち替わりして、十何年ずっと残ったのは僕だけなんで。 だけど僕自身も結局ね、腹をくくって骨埋めるって働いてましたけど、まあやめましたからね。僕も変わりましたから。まあいろいろありましたよね。まあ言えないことも。そうか変わるんですよ、結局は。変わるんで、そう。人は変わります。 気持ちも変わるし、考え方も変わるし、だから合う合わないも出てくるだろうし、うーん。ここう、だから自分が変わる、自分の考え方が変わる、別に自分だけでいいじゃないですか。でも従業員の考え方が変わったりとか、従業員の考え方が変わらなかったりすると、大変なんですよね。 自分の責任は自分で完結できるけど他人の責任までその責任を負うって結構それもしんどいしうんそうまあことして生きていくおすすめです僕は僕は、まあ、そっちも経験してねあの思,い思,う思うわけですよこっちも経験今してますけどでも こっちの方が責任はすごくあるで、ウェイトは高いですよ。高いけれども、あの、人生においては非常に自分の成長スキルだったりとか、なんかいろんなものの捉え方、考え方ができるようになるし、もう100%言い訳できない。100%結果が全て。100%責任は自分。そう。<laughs> やっぱここで生きていくと、やっぱ一顔二顔向けますね、本当に。 うん全然やっぱ意識というか意識が違いますもん、昔とうんそう。昔も昔結構マインドもあったし、昔も結構意識は高くやってたんですけどね。なんか違う感じですね、今はね、やっぱ。うんそう。む、群れな、群れ、群れ,れない方が僕はいいと思いますね。組織、組織とか人と群れない方が。 うん、一匹狼でいいと思います。<laughs> 一匹狼が僕はいいと思いますね。て、うん、か今一匹狼でもそのテクノロジーがあるので別に一匹狼で吠え続ければその動画がいっぱい増えるし黒人間できるんで <laughs>。一匹狼までいけるんですよ今は正直。こ,のもうこれはもう時代のおかげですよね、うん。だって一匹じゃないんですもん。 まあ、存在してるのは一匹なんだけど、別にそのコンテンツはいくらでも一匹じゃなくてな、何万個でも作れますから。<laughs> うん、あこれが時,時代の恩恵ですよね。うんそうはい行ってらっしゃい。